こんにちは、グランビーの榎本です。名前言っちゃいましたこれが、プルオーバーの、これ去年全然売れなかったんで、30% オフにしたらすぐ完売になっちゃいました。今年はでもこれ入れてないです。でもなぜか、2日前のゴーアウトのインスタ見たらこれが載ってました。でこれ今年また人気なんだと思います。で今日は関係ない話します。ポップグランピーで、先週ムースターのポップアップやったんですけど、皆さん行かれたでしょうか。でもし行ってない人はどうやらオンラインショップでも販売するようなんで、ポップグランピーのインスタグラム、あと YouTube 見てもらえばいいと思います。で実は僕もこれ履いてます。 GYM クラシック、ジムクラシック、これ買ったのが去年ぐらいなんですけど、これ2足目です。なんかもうこれがねすごい履きやすくて、オールスターとバンズよりもクッション性がいいです。だから毎日履いても疲れない。でちなみに僕はオールウェザーも持ってるんですけど、オールウェザーは、普段履くとちょっと中蒸れてしまうんで、あれはバイク乗る時だけしか使ってないです。で今日パタゴニアの話します。でパタゴニアの話をするといつもコメント欄が荒れるんですけど、そういうの抜きにして、すごくいいものがあるんでそれを紹介していこうと思います。で今日紹介するのが、このフーディニジャケットって薄いジャケットと、それじゃないこのカッパ、トレントシュージャケット、これを今日は2つ紹介して、で最後にこの女子人気なこのロスガトスっていうやつがあるね、これを僕は実際試着してみてどういう動きになるか説明しようと思います。じゃあまず、フーディニジャケット、フーディーニじゃなくてフーディニって言います。もともとはランニング用のカテゴリーなんですけど、寒い時に着るジャケットになります。だから体温調整がすごくしやすい。だから11月のは今ぐらいなんですけど、朝晩寒いと思うんですけど、これを羽織れば、通勤とか通学とか、通学にはちょっと豪華ですけど、すごくおすすめです。最大の特徴が、こう畳みます、こんな感じ。で、朝晩寒いんですけど、僕もこれ、毎日着てきてます。こういう感じ。もうくしゃくしゃです、くしゃくしゃ。で以前コメントで、僕と同じ色が欲しいっていう方がいたんですけど、これはもう手に入らないんで、ある色を買ってください。こういう感じ。で今年の新色はこのパープルと、イエロー、蛍光イエローみたいな、この2色になります。でサイズ感は、パタゴニアは大きいサイズになってるんで、普段 M サイズを着てる人は S サイズを着てください。で普段 L サイズを着てる人は M サイズを着てください。で毎年、限定モデルも出ます。ちょっと分かりづらいですけど、この迷彩カラー、これは毎年の限定モデルになるんで、数量限定なんであまり、再入荷はしないです。ちなみに、撥水性はゼロです。で雨は降ったら染み込んでくるんで、そういうような使い方はしないでください、はい。じゃあ一旦脱ぎます。これ脱いで置きました。で次は、どれも名作なんですけど、パタゴニアの、トレントシェルジャケットです。これ言ってみればカッパというか、カッパにも使えるんだけど寒い時着れるジャケットになります。これは去年、今年の春大幅にモデルチェンジをしたんですけど、この内側が、前のモデルと違って、前のモデルは汗をかくとこうペタペタになったんですけど、今回それが一切ないです。僕もこれオレンジを買っていて、雨の日これを着て通勤します。で前のモデルはこの確かジッパーも上げるときに上げづらかったんですけど、新しいモデルになってすごく良くなっています。そうちょっとこう硬いなんかスーツを着るような感じ。最初だけです。これやばい、マイクで。ファスナーも上げやすい。一発で上がります。で前のモデルはこうで引っかかります。これもう完璧です。でこれの使い方なんですけど、気温がそうですね、10度以下になった時にすごく着やすい。朝、ゴミ出し行く時とか、あとは今夜雨降りそうだなという時にこれを着ていくと、カッパ代わりになります。
で意外と知らないんですけど、これの、下のズボンもあります。トレントシェルの、パンツ、これは1万6000円ぐらいします。でこのトレンドシェルが、約2万円します。だから全部合わせて4万円ぐらいなんですよ。じゃあのワークマン行けようとなるんですけど、まあ、そこはそう言わずにパタゴニアがいいと思います、はい、これすごくいい。もし暑かったらあのここ、体温調整ができます。この脇の下がこう開くので、これ体温調整できます。僕はバイク冬乗るときは大体トレントシェルで乗ってます。バイク用のジャージとかジャケットってあの正直あのかっこいいのがないんで、こういう落ち着いたデザインのを僕はいつも着てます。で次がこれロスガトス、これ毎年人気のこの、まあ、フリースになります。先々週インスタグラムであの上げたらなぜか2着ぐらい売れたっていうこれです。で今年の新色がこのパープル と、グリーンになります。これサイズ感がすごい難しいんですけど、あの肩の位置がなかなか決まらないんで、もし迷ったらあのワンサイズ大きめを買ってくださいということで、僕は今から試着しています。僕も、欲しいんですけど、今月お小遣いがこうなくなっちゃったんで、じゃあ切ります。ちょっとマイク、あと雑談なんですけど、あのハンガーやるときにあのよく上からやる人いるんですけど、やってやめてください。首伸びちゃうんで、必ず下からハンガーを取ってください。たまにそういうお客さんに僕あの怒るんでやめてください。おお、あったかい。多分めっちゃ似合ってます。これは僕普段はパタゴニアは M を着るんですけど、今回僕は L を着てます。これなんでかっていうと、このモデルは肩の位置がなんか定まらないっていうか、なんていうかな、ちょっと例えづらいんですけど、大体のモデルってこの肩の位置がこう決まってるんですけど、このロスガトスに関しては肩の位置が決まってないので、もし肩幅が広い人はあの迷ったら大きいサイズを買ってください。でこれのいいのは、なんといってもこのポケットがある。これがめちゃくちゃいい。ポケットがあるのと、ここがなんていうかな、いい、さっきまで着てたこれはですね、まあ、ポケットがないのと胸ポケットがね、意外と不便で使いづらいです。多分持ってる人分かると思う。でこれのいいところはですね、最近はマスクつけることが多いんですけど、マスクここに入れるからですね、こうやってポコッと。あとポケットはあって、ちなみにポケットがつながってないです。でこれ金額が、1万2000円になります。ユニクロは確か2000円ぐらいあるんですけど、もう買っちゃダメですユニクロは。パタゴニア買いましょう。でパタゴニアさんはあのもし破れたらあの今あのサービスカスタマーセンターに連絡したら修理もしてくれるんで、あのそういうのがちゃんとしてるんで、パタゴニア買いましょう、はい、ですという感じで、今日は、新しく新色のフーディンジャケットと、あとトレンドシェジャケット、それとロスガトス、これの紹介になります。まあ自転車にも使えるんですけど、まあそうじゃなくてもいいと思うんで、もし気になる人いたら、購入お待ちします。